メディアの誤報を切る。神宮寺優太の驚愕のダンススキル。神宮寺優太が明かす脱退の本当の理由、新グループへの熱い思い。ナンバーアンダーライン愛再結成の裏側、知られざる努力と絆の物語。ナンバーアンダーライン愛として活動を続ける神宮寺優太さん、平野翔さん、岸優太さん。この三人の姿に多くのファンが期待と不安を抱いています。特に、 ジャニーズを離れ、新たなステージへと進む彼らの動向は、メディアでも頻繁に取り上げられ、時には誤解や偏見を生むこともあります。今回は、そんな3人の真実の姿と、その魅力について、深く釣りしてみたいと思います。まず、神宮寺優太たさんのダンスの腕前について触れたいと思います。彼のダンススキルが大幅に向上したことは、ファンならずとも注目すべきポイントです。 以前のジャニーズ時代からもその技術は高く評価されていましたが、ナンバーアンダーライン愛として再出発を切った彼は、さらにその技術を磨き上げています。直近のパフォーマンスでは、プロのダンサーからも絶賛されるほどの成長を見せています。こうした努力の裏には、日々の厳しい練習と、グループとしての一体感を大切にする姿勢があるのです。しかし、 メディアの報道は必ずしも好意的なものばかりではありません。特に、ナンバーアンダーライン愛が3人になったことについての批判や、グループ内の不和を示唆する記事が散見されます。これに対して、多くのファンは強い不満を抱いています。彼らは、3人が仲良くやっていることを知っているからこそ、そうした報道がいかに根拠のないものであるかを理解しています。実際のところ、神宮寺さん、平野さん、 騎士さんの三人は、お互いを信頼し合い、共に新しい夢を追いかけているのです。神宮寺優太さんの発言を一部抜粋して誤解を招く記事もあります。例えば、三人がいいという発言が、五人を捨てたというニュアンスで伝えられることがあります。しかし、彼が本当に伝えたかったのは、今の三人の形がベストだというポジティブなメッセージです。ジャニーズを離れたからといって、 過去の仲間を忘れたわけではなく、むしろ新たな挑戦に対する意気込みを示しているのです。また、ナンバーアンダーライン愛としての新たな音楽性やパフォーマンスも注目に値します。彼らはこれまでのアイドル活動とは一線を画し、よりアーティスティックな表現に挑戦しています。その一例として、最新の音楽プロジェクトでは、神宮寺さんの艶のある歌声や、平野さんの力強いボーカル、 キシさんの独特のラップが見事に融合しています。これらの新しい試みは、ファンだけでなく音楽業界全体からも高く評価されています。三人が直面する困難は数多くありますが、それでも彼らは前向きに進んでいます。特に、ファンとの絆を大切にしていることが彼らの強みです。ファンは彼らの成長を見守り、応援し続けています。そして、 彼らの成功はファンとの強い結びつきがあってこそ成り立っているのです。このように、ナンバーアンダーライン愛の3人はそれぞれが個々の才能を発揮しながらも、グループとしての一体感を大切にしています。彼らの活動は単なるエンターテインメントにとどまらず、多くの人々に希望と勇気を与えています。これからも3人の挑戦は続きますが、 その未来には多くの可能性と輝かしい成功が待っていることでしょう。さらに、彼らの活動を通じて、私たちに重要なメッセージが伝えられています。それは、どんな困難があっても信念を持ち続けることの大切さです。神宮寺さん、平野さん、岸さんの3人は、個々の夢を追いかけながらも、互いに支え合い、共に成長しています。この姿勢こそが、彼らの最大の魅力であり、 多くの人々に勇気を与える要因となっています。また、彼らの活動は、現代のエンターテインメント業界における新たな可能性を示しています。従来のアイドルグループの枠にとらわれず、より自由な表現を追求することで、新しいファン層を開拓しています。このような柔軟な姿勢は、今後の音楽業界においても大いに注目されるべきポイントです。 最後に、私たちが彼らから学ぶべきことは、自分自身を信じ、他者との協力を大切にすることの重要性です。神宮寺さん、平野さん、岸さんの3人は、個々の能力を最大限に発揮しつつ、互いに補完し合うことで、より大きな成果を上げています。このようなチームワークの大切さは、私たちの日常生活や仕事においても大いに参考になるでしょう。結論として、 ナンバーアンダーライン愛の3人は、その才能と努力によって、新たな道を切り開いています。彼らの成功は、単なる偶然ではなく、日々の努力と信念の賜物です。これからも彼らの活躍を見守り、その成長を共に喜びたいと思います。そして、彼らの姿勢から多くのことを学び、私たち自身の人生にも反映させていくことができれば、さらに素晴らしい未来が待っていることでしょう。 このように、ナンバーアンダーラインアイの3人派それぞれが個々の才能を発揮しながらも、グループとしての一体感を大切にしています。彼らの活動は単なるエンターテインメントにとどまらず、多くの人々に希望と勇気を与えています。これからも3人の挑戦は続きますが、その未来には多くの可能性と輝かしい成功が待っていることでしょう。彼らが直面する困難は数多くありますが、 それでも彼らは前向きに進んでいます。特に、ファンとの絆を大切にしていることが彼らの強みです。ファンは彼らの成長を見守り、応援し続けています。そして、彼らの成功はファンとの強い結びつきがあってこそ成り立っているのです。このように、ナンバーアンダーライン愛の3人派それぞれが個々の才能を発揮しながらも、グループとしての一体感を大切にしています。このように、 ナンバーアンダーラインアイの3人派それぞれが個々の才能を発揮しながらもグループとしての一体感を大切にしています。彼らの活動は単なるエンターテインメントにとどまらず多くの人々に希望と勇気を与えています。これからも3人の挑戦は続きますがその未来には多くの可能性と輝かしい成功が待っていることでしょう。彼らが直面する困難は数多くありますが それでも彼らは前向きに進んでいます。特に、ファンとの絆を大切にしていることが彼らの強みです。ファンは彼らの成長を見守り、応援し続けています。そして、彼らの成功はファンとの強い結びつきがあってこそ成り立っているのです。これからも3人の挑戦は続きますが、その未来には多くの可能性と輝かしい成功が待っていることでしょう。 彼らが直面する困難は数多くありますが、それでも彼らは前向きに進んでいます。特に、ファンとの絆を大切にしていることが彼らの強みです。ファンは彼らの成長を見守り、応援し続けています。そして、彼らの成功はファンとの強い結びつきがあってこそ成り立っているのです。このように、ナンバーアンダーライン愛の3人派それぞれが個々の才能を発揮しながらも、 グループとしての一体感を大切にしています。彼らの活動は単なる。エンターテインメントにとどまらず、多くの人々に希望と勇気を与えています。これからも3人の挑戦は続きますが、その未来には多くの可能性と輝かしい成功が待っていることでしょう。